次なる目的は上司の部屋に向かうこと。おそらくこの階段を登っていけばあるんじゃないかな。不気味、かなり不気味。これはメインホールか。とりあえず誰もいなさそうですけど。開かない。そのパターン多いな、ほんと。それしかないわ、逆に。開いてることがまずないという。なんかそこあるな。これ、何これ、血痕ついてる。なんで、なんか、もしかしてこれで血を飲んでるってこと？調べられるだけであって、何かがついている、何かが取れるというわけではないから、あんま眺めて気持ちのいいもんじゃないしね、やめようか。なんかいろいろと置かれてるんでね、このメインホール。一つ一つ調べた方が良さげやな。燃えてるだけバチバチといい音してんな。こっちは？鍵を外したので、あ、なるほどね。これショートカットになってるんだわ。これで元いた地に戻ることができる。そういうことね。でもここがショートカットになってるってことは、あ、何かが起こってあるんでしょうね。わかった、それが。わかりたくなかったな。アイテムとか置いてないの？なんか弾とかさ、絶対この先必要になるでしょう。何もないんだよね。あ、あったわ。ハンドガンの弾。ちなみに今現在持ってるアイテムこんな感じね。武器はショットガンとハンドガンしかないんでね、なんか次なるものを手に入れたいと思う俺もいるんだけど、なかなかないんだよね、それが。まあ、この先進めばあるだろうし、またデュークから買えるという選択も生まれてくると思うんでね、今んとこ金がないので買えないけど。これメインホール上側もあって、なかなか道が複雑でめんどくさそうやな。とりあえずこっち。これがまた、あ、こっちに繋がって、何これ、あ、仮面じゃない？これもしかして。え、その仮面に片目の部分がなんか開いている？だからそこに何か入れ込むってことね。随分と怖いですけど。まあ怖いですけど、これまでいろいろと怖いこと経験してきた俺からしたら別にそこまででもないか。あ、で、この壺割れるんだ。下にもそういうやあったな、あれ。後で割っておこう。こういうアイテムって取り逃さないようにしていかないとね。だからなんか入れとけや、開けるっていう選択肢あるくらいなら。意味わかんねえぞ。そこも何もない。何なんだよ、この空間はよ。これも割れたり。いや、違う。これなんだ？石像。別に何もいじれない。いきなり切りつけてごめんね。俺そういう癖あるんで。何でもかんでもまず切りつけようとする男なんで。これとかね。ほら。これとか、ほら。あ、これも割れた。ナイス、金だ。何でもかんでも切りつけよう。そういうゲームやもんな。えい、もう、本当に。あ、いてない。ずっと開いてないよ。これだって切りつけてやろう。ほら。八つ当たりじゃん。ここにもアイテム。ガンパウダーね。ってことはこっちじゃないな。おそらくあのメインホール先に進んでいくことになるんでしょうね。このまんま。ここや。あ、いた。ん？で、なんかいろいろと置かれてる。なんで薬液が置かれているんでしょうかね。この先何かが出てくるからじゃない。謎の手紙、本みたいなのあるぞ。なんかただワインの説明じゃない。歴史って感じで。別に関係なさそうですけどね。伏線が貼られてるって感じでもないし。あ、これなんだろう。これもなんかはめ込む系か。特別な一本を花を捧げし、意味がわからん。指輪じゃないだろう。なんかワインが意味あったりするのかな？この辺のワイン。なんか意味深じゃない？別にでも破壊できるってわけでもないし、なんかワインのとこにアイテムがあるわけでもないし、家族写真がもちろんここで使えるわけもないし、指輪でもないし、何なんだよ、この指輪。そもそも。腹立ってきたな。全然使えそうないんだよね。あ、これ待て！指輪外せるやん、よく見たら。これだ、これだ、これがキーアイテムになるんだわ。ここで使うんじゃないか。ほらー、気づいてよかった。怖っ。 怖さ増しただけじゃねえか。ただ扉も開くんでね。男をバラすのは久しぶりだ。ちょっと待て、これ逃げろってこと？まず咲かせて、それから頸動脈あ、ちょ、切ってあげるわ、なんかいろいろ怖いこと言うとるけど。死んでからどっちが？どっちも嫌。ああ、行き止まりじゃないこれ。こっち？ああ、また逃げなきゃダメなのかよ。このゲーム逃げる瞬間多すぎ。あ、でも一旦ことは終わったっぽいね。追いかけてきてない。はあ、もうほんと急に始まるから心臓ドキドキってなってね。でもどこか楽しくて追いかけられたいという願望を持つ俺もいるんですけど。
なんだこれは。読む限りなんかの日誌っぽいね。お嬢様というキーワード。だからそのお嬢様っていうのが今なんか追いかけてきてるやつのことじゃないかな。だから物騒なことやってますよ。ダニエルがなんかお嬢様に顔面ナイフ切られたとかね。あとこの書いてた主がこの先の地下に連れられて、どうしようどうしようどうしようって言ってる。俺もあどうしようどうしようどうしよう。わっ、びっくりした。今なんか急に画面切り替わったんだよね。びっくりした。なんか出てくんのかなと思ったら。なんで急な切り替えに今の。俺操作してねえぞ。もうそんないらへんわ。で、この先地下でしょ。あどうしようどうしようどうしよう。行くの？音聞こえてる。なんなのこの不気味な音は。怖がらせるためだけの音だよね、こんなものは。あれ？なんかいる。あれはもしかして。ちょっとあまり行き過ぎない方が良さげじゃないこれ。あ、出た！巨大女。あ、出ていった。何してたんだろう。そして正式な名前もわからへんからな。とりあえずもう戻ってくることはないと信じて、そのまま行くよね。で、なんかようわからん。ここは待てよ、どこだ？テイスティングルームかな。ちょっと文字が潰れて見えないんですけど、まあ、そこにたどり着いた。ワイン関係のやつですよね、これ。部屋。なんすけど、来たところで、まあ、どっか道つながってるんでしょう。こっちは鍵が閉まってて行けないし、行かない方がいいでしょうね。え？ガチャって言わなかった。昨日、もう何なんだよ、さっきから不気味やね。怖いわ。怖いのはずっともう始まりからそうですけどね。なんかより怖さ増してきたぞ。この辺全部ワインでしょ。もう音立てんなよ、お前。バカか。うんじゃねえわ。もっと優しく壊せ。え？何これ、行き止まりじゃん。What？何かがあるわけでもない。この炎だけがある。もしかしてこれ炎で、あ、なるほどね。そういうギミック。あ、ついてない。結構難しいぞ、これ。操作が。押せ！ついた？あ、ついてない。なんでだ？あ、ついたついた。よかったよかった。で、開くと。で、行けと。行くよと。くら。え、何これ？あ、よかった。ライト持ってたんかよ、お前。でもさらに怖さが増したぞ、この野郎。何これ、え、何何、あ、もう血もあるし、あ、なんかあるし、ベンチ的なものは怖いな、これ。拷問部屋ってことじゃないの、見る限り。なんかいろいろと物騒なもん置いてますけど、行かん方がいいよね、この先。わかるわ、本能が、直感が、全てが告げとる。開いてる。あ、なんかある。いや違うわ、まあ、暗いからね、これ多分アイテムとか取り逃しやすい状況だと思うんですけど、おそらくキーアイテムとかもあると思うんで、取り逃さないようにね、ちょっと慎重に慎重を重ねて。何かが出てくるんでしょうけども、それよりもそっちに注意を奪われるのではなくて、取り逃さないように。ほらほらほら、なんだよこれ。ようわからん単語並べんなよ。なんだよ、カタカナばっか並べて何を意味してんだよ。わかんねえよ、そんな専門用語並べられたって。わからす気ないよね。それがまた不気味っていう。またこれ、なんか症状書かれてるよね。意識覚醒。いや、それもわからん。なん、もうなんなんだよ。言葉で説明しろ、ちゃんとした言葉で。なんか注射器とか置かれとるけど、何の実験をしとったんや、ここで。いろいろやっとったことはわかるけど、ことこ、あ、わ、生々しい肉の音が聞こえた。なんかいろいろと聞こえ出してるけど。金取ってー。あれもしかして吊るされてるのって、なんかさっき書かれてたあれなのかな。え、なんか聞こえる。絶対出てくるよね。カラン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 聞こえるんだけど。あの、音でネタバレするのやめていただけませんかね。絶対この先何かが出てくるの知りたくなかったな。あー、でこ、あーあー、これはこれは、うお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 う、とんでもないことやね。
何これ、スクラップ B、 初めて B 手に入れた。ここまで A ばっかやったんやけど、 B になると作れるものが変わるってことじゃない。ただね、結局はあのレシピ持ってないんで、今んとこハンドガンとこの回復薬しか作れないというね。買わないとダメなんだよ。デュークいないのかい。そしたらめちゃくちゃ安心できるのに。いないんだよなあいつ、こういう時に。空気読めねえな。行こうか音がだんだん大きくなっていってる。え、もういる、もういる、もう来てる。え、もういるのかしら。鍵がかかってるからいけない。後ろ来てないよね。さあ走り抜け成功。ただこれ戻るとまたいるってことなのかな。いなくなってるのであればね、なんかアイテム結構落ちてたんで拾いに行きたいんです。あ、いる、あいる、そこ待機してるこっちは来れないというね、あのルールがあって、そのルールを守っていただいてるっていう状況ですね。あ、助かります。こういうとこがゲームらしくて、こういうメタ的な部分でちょっと安心感を覚えるプレイヤーです、僕はね。よかったよかった、これはゲームなんだと。制約ルールちゃんと、そういうものがあるんだなと。カサンドラがしくじったせいでこんな面倒なこと。わー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 、おーおーおーおおおおおおお、これはこれはどうどういけばいいんでしょうか。私、あー戻れなくなってる。どう、あー近くだー、まだ生きてる。とりあえず走る、走ればどこかにたどり着ける。そう、ここまで歩んできた。ほらね、ほらね、道はあるんだよちゃんと。あれ、行き止まり、違う。とにかくそんなスピードは速くないから、あ、ごめんね、会話の最中に嘘でしょ銃弾が私に効くとでも己人間ごときがえ、なんか聞いてる今。あ、痛い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 、なななな、あーもう切りつけすぎやろお前。ちょっとルールとマナーといろいろと守れ。お前ちょっと待てよ、ショットガン使うわ。ゴー、ウォー、ヨーこの人間無性が、ウォー、全然死なへんやん。本当に聞いとる。お前が、お前が、お前切りつけすぎやない。ルールを守れって、何しとんねん。いや、じゃあ聞いてる本当に。いや、俺のセリフ。あ、ノノノノ、やばい、死んだ。オメガ、あーじゃなくて、あー俺のセリフ。ちょっと待って、回復アイテムも作れるか。作ってで飲むしかないな、じゃないと死ぬんで。もうここだけで3つ使っちゃったよ。なんか1回やり直した方がいいわこれそういう方がいいよこれ、もったいないの。うわー、あーじゃない、何回切りつけんねんお前。その喉を切り裂いて耳と、はよ死ねえや。ミミズ？ What？ 生意気な人間だが。え、何？なんかスカトロフィー。ああ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 。No no 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 no。助けて、Help me！ Oh my god！ お前のセルフじゃボケコロ、お前さっきからよ。全部俺が言いたいこと言ってくれるや。うん、まあこういう感じで死にました。あ、でも死んだ方がマシです。これ回復アイテム使いすぎなんで、この後言われますから。だからこの死は別に死じゃないというか、新しいスタートというか、なんか、うん、そういう感じです。おのれ人間ごとき。 OK 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 OK。 これそっち、うわ、ガード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 、うわうわうわじゃなくて、これそっち行けるんで、そっち行って戦った方がいいわ。距離取ってこんな感じで。え、めっちゃ速いやんお前。いや、ちょ、早い。ああじゃなくて、これだから距離取ってショットガン撃ってを繰り返したらいいんじゃないかな。そしたらダメージ少なくいけそうな感じするわ。いや、早いて、早いてお前。なんやねんミミズって。さっきからずっとお前。意味わかんないぞ。あ、もう、なんかショットガン連発できねえ。意味がわかんないこれ。ルール守れって言いました。ウォーじゃなくて。うなりたいのはこっちだよ。どうして私がこ
あ、これダメだ、ここ閉まってるから逃げるにも限度があるんだ。あー、もうお前鬱陶しいな、マジで。なんてことを。死んでないんかい。いかにも死んだみたいな雰囲気出しとったやん。相手はもう撃ったでしょ。もう俺のセリフ。あー、もう死ぬ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 、ノノノノノノ。結局3つ以上の回復アイテム使うのかい。避けようないんだよね、これガードしても。あー言うとるし、動きも早いしで、ね、終わった。いろいろと犠牲は払ったけど終わったっぽいですね。これはどういう状況？砂になったってこと？なんか落ちた。えいっす。あ、これ売るアイテムなんやね、これまた。いや、なんで売るアイテムだよ。キーアイテムじゃねえのかよ。これで買えってことね、傷ついた分の回復アイテムは。優しい。で、なんだこれ。なんかいろいろとあるんですけど。まあ、この際いいでしょう。これは？そんなぬめり気になる？これはサンベルジェ。ワイン。これはキーアイテムになりそうやね。このワインはだからあの部屋の奥でやるんじゃないか、置くんじゃないか、そういうことでしょうね。で、この先どこに繋がってんのこれは。あ、ちょっと待てよ、この辺まだアイテムあるわ。金か。なんだあれ。これは調べる。アタッシュケースの中にコンペンセイター。あー、これはおそらく武器を強化するためのやつじゃない、改造パーツですね。レッツゴー。これでハンドガンが強化されたぞ。初めてこうやってやったんでトロフィーもゲットしたね。もうちょっとあってほしいんですけどね。売ってはいるんですけど買うのが高いんでなかなかね、これまだ買えなかったんですけど。単純な鍵がかかっていて開かない。その単純な鍵持ってないんだから。あ、あった、キーピック。これで開けられるようになる。てか開けていくんだよね、プレイヤーが。キーピックで、これだ。あ、でも、あ、そうだ、これ1個使っちゃったらもう使えないんだ。残しておいた方が良かったな。なんか入っとるけど。女神像、スケルトンキーというなんかトロフィーまたゲットした。立て続けにね。これもまた売る用のやつなんで、うん、まあ金にはなるはなるんだけども。いや、ちょっと開けるタイミング他にあったような気がするんでもったいないな。これはどこ、え、ちょっと待てよ、どこ戻ってきた。あ、1回来てる場所かな。で、未発見のアイテムここにありって書かれてるわ。何があるんだろう、これ。あ、ガンパウダーで、もうない。いや、まだあるっぽい。なんだなんだなんだ、どこにあんのか、もう言葉で説明してくれよ。いちいち探すのめんどくさいわ。めんどくさいって言っちゃったね。で、でもいろいろとやってきてるんだね。ああ、ああ、もう音でバレるぞお前。もっと賢く、あれバカやね。こっちはいけない。鍵がないと外に出れないんだ。もうそろそろ外に出たい俺もいるんだけど、まだ出れないってことね。未発見のアイテムありってどこあるんだろう。まあいいや、一旦諦めてこっち行こう。鍵を外して、あー、ここに出てきたわ。なるほどね、メインホール戻ってきました。で、とりあえず今回のね、戦いで得たアイテムっていうものを売りに行きましょう。こちら5000、やっぱ高いね。これを売って、あともう一つ先ほど手に入れたこれも売って、まあ、これらを売却したことによって今1万3000円持ってますね。相当持ってるんで、何かというか、まずは回復アイテムは売ってないのか。わー、これ一回買っちゃったんでね、ずっとソールドアウト。誰が買っとんねん、補充せえやお前よ。それないと厳しいだろう。どうしようかな。やっぱショットガンってバイオハザード進める際絶対必要になるものやから、これレシピ購入しておこう。3000円とちょっと高いですけどね。購入してこれで作れるようになるんで。何今の笑み、意味がわかんないぞ。あとに関してはこれから先また幾度となく起こる何かのためにお金を残しておくっていうのが賢いやり方じゃないかな。さあ走っていくぞ。何かが出てきても大丈夫なようにね。意味がわからん理論やけど。まあとにかく走って走って走って、あそこの奥の部屋に行って、そして先ほど手に入れたワインはおそらくここに置くはず。これね。お、道ができてこの先進めということらしいですね。行きたかねえけど行くよ。もう何があんだよ。おい、ガンパウダー、もっとなんか回復アイテム置いておいて。今回復アイテム一つもないから。いや違うな、部屋はここまでで。鍵をゲットした。中庭の鍵。
で中庭っていうのがおそらく、まあ、そっちから行くと思うんですけど、これ一回セーブしに戻りたいわ。やっぱいろいろと幾度となく困難を乗り越えてこうやってたどり着いたわけなのでね、一回一回セーブしていかないと。デューク久しぶりでもない、のんきに寝てんなお前腹立つわ、起きろバカ野郎この野郎。まあ、とりあえずセーブに関してはできたので、またここから先進めていきましょう。お城はね、ちょ、は、また嘘、おい、でしょ、もうちょっとちょちょちょ、デューク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 のとこ行けばいいんだよ、デュークのとこ行けば安心なんだよ、ばっかやね。はい、デューク、デューク、俺にはデュークがいるからね、来いよ、来れるものならよ、デューク一緒に戦おうぜ。あれ、あ、まあ、とりあえず終わったよね、来れなくなった。で、お前がいる、のんきなお前がいる、こんな事態でも何もしないっていうね、なんかてっきり戦ってくれるのかなと思ったら、でもなんかデュークには手を出せないという暗黙の了解があるんで、ここに逃げ込めば安心。ただどちらせよあっち行かないとダメ、おそらく中庭っていうのがあっちにあるんで、また出てくるでしょう。あれ、お、あ、終わった、出てこないパターン、一回逃げ切ったら成功ってパターンなの。なんかお城案内するわみたいなこと言うとったけど、イエスイエスイエス、いないいないいない、オッケー。中庭はおそらくここだと思うんですけど、この鍵をここで使います。あいた、外に出てきた、なんか安心できるんだよな、バイオハザードの外の世界って。